どうもこんにちは、ドロンコです。今回ご紹介しますデッキはラブニカ魔法探偵社。コンセプトは分かりやすく、プロフトとエズリムを使った調査コントロールですね。手がかりを集めながら序盤の脅威を排除していって、相手のリソースが尽きた段階でフィニッシャーであるエズリムを出すデッキですね。今の環境は横並びデッキがやたら多いんで、ボロス召集とか陰湿な根にアジャストした構築にしています。例えば不可能性の除外、青2マナのインスタントです。ターン終了時まで対戦相手がコントロールしている全てのクリーチャーをマイナス20修正します。で調査がついてきます。これがですね、今の横並び環境に刺さります。例えば相手がイモデーンの長歩兵なんかで全体のパワーを上げて突っ込んできたとしても、そこからパワーをマイナス2しますから、ほとんど相手は行動しなかったのと同じになります。でも長歩兵はおびき出すことができています。次の自分のターンに全体除去を打ったら一掃できますね。対アグロにおけるコントロールの1ターンの猶予は、全体除去を打てるかそのまま殴り負けてしまうかの違いが出てきますので大きいですね。サリアが出ているために一手遅れてしまうっていうこともありますしね。さてもう一枚、調査官の日誌ですね。これはイニストラードシンクのちぎりのカードです。このカードも今の環境であるから生きてきます。調査官の日誌は2マナのアーティファクト手がかりなんですね。調査官の日誌はプレイヤー1人がコントロールしているクリーチャーの数のうち最も多い数に等しい個数の容疑カウンターが置かれた状態で戦場に出る。この容疑カウンターはカルロフ邸の容疑とは全く別なので注意。先に話した通り、まあ横並びが多いんで、割と序盤でも2つ3つは容疑カウンターを乗せられますね。この容疑カウンターを使用することでドローができます。回数券付きの手がかりトークンのような使用感です。まあ、このカードをプレイするタイミングはちょっと難しいですけれどもね。まあ、ある程度クリーチャーを並べさせてから出したいっていうのもありますし、カッパとか不可能性の除外は構えておきたいんで、土地が4枚揃ってからが安心ですね。これ自体手がかりですので、プロフトやエズリムともシナジーします。まあ、手がかりというところで言えば推理もそうですね。2マナインスタントでワンドローと調査、シンプルですね。さてお次はこのセットの顔、プロフトです。3マナ33伝説の人間探偵警戒持ち、戦場に出た時調査、手がかりを1つ割くって使う起動型能力で X ドロー X ゲインします。 X はマナコストの X、 ちょっとコストは重たいけれどもライフゲインがついてくる銀の精査みたいな感じですね。起動型能力が重たいんで、まあ3ターン目に無理して出す必要はないかなと思います。相手の攻撃が緩んだタイミングで出して、こっちのリソースを回復するのに使う感じですかね。さて続いてこのデッキのフィニッシャー、エズリム。白白青青の5マナ55伝説の執政官探偵、飛行を持っています。で戦場に出た時2回調査を行います。でまあメインはこの能力、1マナファクト1つを生贄に捧げることでターン終了時まで警戒、反魂、呪言のうち1つを得ます。警戒反魂はまあ対アグロ向けですね。呪言付与できますので除去耐性もあります。今までいろんなカードで手がかりを集めてきたのはですね、やっぱ一番はこのカードのためだったんですね。探偵者のボスのために手がかりを集めるっていうのがね、フレーバーフルでいいですよね。まあ手がかりって言ってますけれど、アーティファクトだったらコストに当てられますので、ミレックスからのダニトークンでもいいですね。はい、とまあ主要なところはこんな感じでしょうか。打ち消しはかき消しじゃなくてカッパを使ってます。青白ですし、そんなにクリーチャーが並ばないんでね。あと否認と悪賢い隠蔽、悪賢い隠蔽は LO 対策でもありますね。で全体除去はやっぱり集団失踪、これも今の環境を見てっていうところですね。承認隠滅だったらほぼ必ず調査されますから。あと告別、これはボロス召集よりか陰湿な根を見ています。あとリアニメイト系、同様に墓地対策としてはアガサの魂の大釜も採用しています、といった感じ。それでは対戦へどうぞ。あ、いいね、不可能性の除外ありますね。いいハンド、うん、ボロス召集やったら嬉しいな。調査官の西もうまく使っていきたいですよね。さあボロス召集であってくれ。アクションしてけえへんだけど、さあその理由は何でかな。瞬速兵士、オッケー、瞬速兵士ですね。オッケーオッケー。さあ横並びしてくれ。徴兵士官、はい、まだ不可能性の除外は打たんでいいですよ。推理、中断失踪を引いた、中断失踪を引いたけどまだ使わない。ミレックス、いや島、
で、あんまりにも展開してきたら不可能性の除外でもいいけど、基本的には、あ、よしよし、じゃあ不可能性の除外もまだキープ。さあどう動く？ミュレル、あ、それは止めます。オッケー。カッパ、廃墟のうち日誌そろそろ置いときたいんだよな。日誌置いてターン終了。さあまたヤバいのが出てきたらカッパベイルド、しゃーないっすね。ここ不可能性の除外打ちたいところやけど、まだ我慢かな。まだ我慢で、うん、ドローしてついに。あんまりギリギリでも怖いけどな。いやでももうちょっと我慢しよう。不可能性の除外があるんで、うん、毅然たる援軍、 OK。 徴兵士官でドロー、まあ、全体除去はケアしてますっていうことですね。あ、はい、じゃあ不可能性の除外、いやー、いいねー、いいですね。調査官の西回して OK。 あー、ずる賢い隠蔽、これ白マナ出して、城出してとペインランドかな。で集団失踪、オッケー。でターン終了。あれ、カッパ唱えてもいいけどな。カッパ唱えるか。徴兵士官、救いの手でベイルド、うん、あー、エズリム出てきた。エズリムか。ただエズリム出しちゃうとあれだな、呪言とかハンコンはつけられるけど不可能性の除外カッパを構えられないのか。そうね、もうちょっとドローしたいかな。はい、もうちょっとドロー、うん、アニムパカル、オッケー。もうダメージ食らいたくないんで、うん、ドローを、ドローと調査、あ、全体除去引かないか、それはちょっとまずいかも。じゃあエズリムで戦っていく。ターン終了。さあ除去を探してる感じですね。反抗されるのを嫌って、
ただハンコンと呪言を使える状態なんで。ああそれか、無理やり押し通すか。いやハンコンもあるから押し通せないはずだけどな。どうだ、あ、アニムパカル、はい、あ違う、こっち、ハンコンつける。はい、不可能性の除外。ちょっと待って、一応マナは残しておきたい。これで警戒をつける。ハンコンつける。でターン終了。ブロフトだけ立てておくか。あ、はい、ブロフトだけ立てておく。でターン終了。超歩兵来た。アニムパカルか。まあそれは止められないんで。徴兵士官、うん、OK、不可能性の除外でハンコンつけよう。ハンコンつけて、ドイツだ、ベイルド先兵、まあここか。食らわんよ。ホーロー、いいね。いや、ちょ、あかんな、ペインランドから使おうとするな。サクって、ハンコン、警戒で殴る。はい、お、止める、あ止める、マジ、よしよし、さあゲインしたぞ。はい、できたらドローしたいな。 X3 でドローできるのか。ドーマトイの先兵、ミュレル、それはカッパ、カッパで落とす。これホーローを出したいんで、こうこうかな。でホーローを出してカウンターで対応。Then guy, we've got the edge in this fight. エズリム2枚目。May your blade strike true. 一つはハンコン警戒。いやまあ全部もう切っちゃうか。はい。ハンコン。あ、またやってる。はい、警戒で殴る。で今度はプロフトでドロー。はい、まあしゃあないですね、ドローできるから大丈夫だろう。ドーマトイの先輩 OK、 じゃあ大丈夫、対戦ありがとうございました。
ッケーオッケー、いいんじゃない。ちょっとドロー手段が欲しいですけれどもね。兵士徴兵士官、うん、うん、早い出来ですね。ヒゼンタル援軍をメインから、はい、あ、エズリム、まあカッパウセロを構える感じかな。ちょっと不可能性の除外が欲しいけれども今んところないから知らない。ホッサン兵、まあまあまあ知らないけど、サリアはダメ、そいつはダメだ。闘病地、はい、ここでサリアを出されてしまうとしんどい。どうだ、あードロー、白タンですね、白タン。まあちょっと国別もあるんで一回さすがに流すか、中断失踪、はい。作れる部、ちょっと作れる部出てしまっているんだったらなおのこと国別で一回まとめて流したい。セレスタス置いてエンド、あ、もうクリーチャー展開してけえへんかな。あー、してこないですね。クリーチャー展開してこないか。じゃあうん、国別で流すエズリム、作れる部も怖いんで国別かな。クリーチャー墓地、あ、墓地いや、クリーチャーだけで、あ、今度はエズリム出していこう。エーデリン、うん、はい、まあウセロでそれも対応できると。エズリム出して、うん、ターン終了。殴らせるとまずいんで、あいつは。作れる部、粗暴な聖戦士、はい、ああ、なるほど。まあ殴らせてもいいか、殴ってこんよね。そうね、はい、これは15音を付与。タッパタッパ闘病地な、殴れねえな。こっちで殴ってこか。いや、スクレルブがいるからな、クレルブがいるからエーデリンが殴れちゃうんだよな。闘病地で殴って、でウセロを今のタイミングでエーデリンかな。でターン終了。ちょっとカッパが使い合うようになっちゃったけど、国家、はい、まあエズリムは守る。あ、呪言、
まあスクレルブで聖戦士にアンブロ付与して殴らせるよな。キゼンタル援軍、はい、闘病地、闘病地2枚はやりすぎか。ここで警戒つけるでしょ。警戒で殴る。本当はファンコンもつけたいけれど、しゃあない、うん、あ、国別か。あー、そっちだな。うん、はい、またスクレルブで殴ってこない。あー、ちゃんとホーローをケアしてますね。マジか。あ、推理はありがたいぞ。エズリムの能力でエズリムに警戒つけて、警戒で殴る。で、殴ってくるようやったらホーローを使って、そうじゃなかったら推理でドロー、うん、エーデリン、はい、まだ殴ってこれんでしょ、勝てへんもんね。やけどここで殴らんとどうしようもないのもない。スクレルブで、うん、あー、やっぱり殴ってくるか。 OK、 ここでしょ。はい、でこう。 You started this fight, but I'm going to end it. I am almost sad to see you go. あ、でカウンターつけてエズリムで殴って終わりですね。対戦ありがとうございました。推理か、ちょっと推理からが遠いな。無効先行か。まあ、推理ドローできるんでキープするけど、アグロでガンガン詰められると困るな。ピクニック嵐、ピクニック嵐か。もう困る。もう困ってる。いやー、なるほど。ちょっとね、横並びには強いけど単体除去はねそんなに入れてないんで。ピクニック嵐とかは弱いかも、このデッキは。あー、とりあえず集団失踪は引いたけど、アガサの大釜も今はいらんのでドローかな。やけどその前に大ダメージ受けそうやな。まあ向こうにはなんか構えてる風に見えるんでね、実際には打ち消しも除去もないんだけど。ピクニック嵐、展開か。まだ次のターン5マナにはならんから太陽効果がないって踏んでの展開ですね。ただもともとこのデッキには太陽効果積んでなくて集団失踪なんですね。集団失踪、さあライフ14点だったら戦えるんじゃないか。
60。島大釜探索するドルイド、はい、まあ一旦展開するか。ターン終了。探索するドルイド、はい、魚介の怒りあるかもしれないんで両方でブロック。お？でダメージ飛ばそうとしてきたところをアガサの大釜で、はい、ケアすると。カウンターが乗るんでね、ギリ耐える。 OK。 あー、もうそろそろエズリム出してってもいいけどね。ただ相手のまだ相手のデッキを枯らしてないんで、もうちょっと耐えようか。もうちょっと耐えるわ。探索するドルイド、 OK。 探索するドルイド、 OK。 ペインランドは残して、ちょっとこっちもデッキ圧縮しよう。ピクニック嵐、これでカウンターが3つになるからドルイド2体じゃ止められん。だから3点入るんじゃない。集団失踪、なるほど。お、ブロックする、ブロックしない。チャンプブロックするようやったらもうちょっと全体状況は我慢するけど、あ、残す。じゃあ集団失踪かな。爆発域出して集団失踪を使います。で爆発域も育てていく。ターン終了。あー、ボスエージ持ってる感じ。じゃあ追放だけしておこう。はい、まあこれはこれでいいかな。デッキ圧縮できるんで。あ、相手もクリーチャー枯れたな。じゃあエズリも出していこう。あ、タッパーいいね。エズリム、うん、ターン終了。カッパ、まあ今あるハンドだけで十分戦えるし、ライフもそんな困ってないんで、トークン使わんでいいでしょ。あくまでもエズリムを守るように。はい、対戦ありがとうございました。対戦の方いかがだったでしょうか。何を押したいかって、まずやっぱ不可能性の除外なんですよね。まあフォグみたいなもんですよね。しばらくの間インスタントでのこういう動きは環境になかったんで、ケアされていないところから抑え込めますので効果がねあるんですよ。まあ刺さるデッキは横並びに限定されますが、ボロス召集にしても陰湿な根にしても毒性にしても、まあとにかく並ぶ環境なんでありなんじゃないかなと思いますね。そしてエズリム、古き良き青白のフィニッシャーっていう感じで、なかなかいい味出しています。この系統のフィニッシャーらしいフィニッシャーを待ち望んでいた人もいるんじゃないでしょうかね。よかったら試してみてください。それではこの辺で。ここまでご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。それじゃあまたね。